こんにちはえっとね実はね昨日のことなんですけども、うん、これプライベートに配慮して申し上げますけども実はセールスのプロモーションうちでも組んでたんですよねでもその対談相手があこの人は稼げない人なんだなとしかも自分の商品売った後サポートはあの大してできないなと思ったんでちょっとお断りしたんですよね直前だったんですけども 結局、あの、その人が売り上げを上げるのは、まあいいんですけども、誰かがお金を払うわけなんですよね。で、払ったお金に見合ったことを最初からする気がないなって分かっていて、それを見抜いていて、セールスに協力するっていうのは、私もその、言ってみれば詐欺師の渇望叩くみたいなんで、これはできないなと思ったんですよ。で、もちろんね、売り上げを折半とかっていう、 ことをやっていれば、自分の売り上げのためにやる人はいると思いますけども、私の場合そうじゃなくって、プロモーションに協力しました。はい、その人が売り上げ上げました。別に私何ももらえませんですからね。そんなことをもくるんでるわけでも何でもなくって、あくまでも、うん、なんかね、自分の、まあ主には熟成さんなんですけど、熟成さんのチャンスを広げるためなら、ということでやってるんですけども、しかもそのマーケットが私の即可塾の他の熟成さんに対してなんで、じゃあ、熟成同士で、 その、騙した、騙されたとか、サポートが適当だ、いい加減だ、久保さんレベルでいうことをやってくれると思ったのに、みたいなことはね、なっちゃいけないので、ここはもう自分の、あの、マーケットを守るためにもね、自分を信じてくれた人のためにも、あ悪は排除するっていうね、ことになりますかね。うん、まあ、こういう人はあんまり来てほしくないな、というところと、そういう人でも、 力をつけてもらえるんだったらいくらでもトレーニングするのになってことだったんですが、私のトレーニングを離れていく。でも売り上げは欲しい。いや、これは、言ってみれば、あの、消極的な詐欺師なんですよね。人をダマくらかそうと思ってるわけでもないけども、目先のお金が欲しいから、とりあえずセールスに協力してもらってみたいな感じで、そもそも自分一人で売る力がないわけですから、あの、タイアップとかをね、希望するわけなんですよね。まあ、これをね、 あの私は断ることができた、そして、ナ、ま、ミ、あ、さんも断ることができたと思いますけども、断らない人もいるんでね、うん、その人との組み合わせってのがちょっと黒くなるなっていうところありますかね。はい、その他ねあね、整体のことをちょっと言ってくださったんですけども、肩ね、新潟に行けるといいな、なんかね、本当にパリッと治るんだったらね、行ってみたいですよね、もう数ヶ月も、うん、痛めてますからね、今日も痛いですね。うん、新潟かか、うん、なんか ちょっとした旅になりそうですね、新潟ね。うん、まあ、あの考えなくもないんで、へぎそばを食べに、あ、でも雪国ですもんね、今ね。今はちょっと難しいですね、確かに。行けば行くほど雪積もる国みたいな感じになっちゃいますんで、ちょっとそこはね、申し訳ないけども、うん、雪に関しましては、私もちょっと遠慮させてもらいたいなっていうところはありますね。はい。えそれからあの、潜在意識に関することですけども、非常に楽しみにしてますんで、そっか塾でも潜在意識のね、コーナーを。 ガバッと上げてね、お待ちしてますし、えー、何がしかの、またね、あの、プロモーションがあるようでしたら、私も参加させてもらいたいなと思いますし、えー、潜在意識っていうのは何なのかってことを、私自身もそうだし、他の、やっぱ熟成さんにもね、自分の眠れる力を発揮するためにも、うん、コンテンツとして提供いただきたいかなというところありますね。はい。今日もありがとうございました。あおかげさまで暖かく過ごしてます。ちなみに今、エアコンを切ってね、あのー、灯油ストーブですか。 うん、結構あったかいですねあの下からやっぱり温風が来るのがいいかもしれないですねこれは目から鱗ではないんですけども気がつかないといけないことだったんですけども上からの温風ってのはどうしても風で送ってくるんでその温風を送る風が最初寒いんですよね <laughs> あとなんかこう風がこうなんかこう渦巻いているみたいなところもありますけども、うん、やっぱりほのかに下の方からじわじわと温まるやつは温かさが下の方に溜まっていくんですかね、うん、やっぱ下から温めた方がいいですね ということでございました。あの、例のプライベートな件、ありがとうございました。あの、ご懸念の通り、すべてがその通りだと思いますしね。えー、ちょっとね、あの、私は思うのは、いろんな人に使いすぎなんですよ、この人で、そのたんびにお金も使ってると思うんで、それがやっぱりね、奥さんが許せないとこだと思うと、それはよく理解できます。あの、複数の会社に同時に勤めることができないようなもんなんですよ。ので、あの、動画に関しても、やっぱね、 自分のことをほっといて動画撮影一生懸命やったりとか誰かの動画一生懸命見るのはそれはね面白くないんですよそう思ったらこれは何度も何度もねいろんな方にお伝えしてきていることではありますけども動画撮影って思ってるよりも周りの人はねすごくね気にする場合が多いですからちゃんと 和解してやらせてもらうなり、動画を撮る時間をきちんと設けたりとか、動画を撮るための自分の部屋を確保して、そこには誰も入んないようにしたりとかね。あの、対談の最中に家族の音声が入ったりするのはもってのほかですよ。取引先の人と商談してる時に、家族が乱入しますかってことですよね。だからそういう、あの、言ってみればバカな意識なんですよね。こういう人を、なんかビジネスをやってる人っていう風に考えちゃいけないし、ビジネスができる人って紹介してもいけないかなと思いますね。 で、やっぱこう、そういう人がね家族にも手を焼いてる人が誰かのサポートお金もらいながらやっぱできないと思うんですよ、うん、その程度の差はあれねちょっと今回ひどかったですね、うん、やっぱ出会うべきではなかったなと思いますしでもまあ過ごしたね34ヶ月ってのは、まあ、精一杯ぱい私も、うん、やりましたしねそれは全然後悔がないかなとで似たような人がこれから来てもやっぱり全身全霊で取り組むと思うんですよ それは必ずしもその人のためではなくて、誰かのためではなくて、あの、投げ出さずに最後までやったって自分のね、まあ、教授のためでもあるんですよ。まあ、私はちょっとね、おせっかいでお一人しなところかもしれませんけども、うん、この性格も抱えながら、これからもね、やっていけるんじゃないかなと思います。うん。はい、じゃあ、ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。